夜の森とは、福島県浜通りの中部、富岡町と大熊町の境に位置する森林地帯である。行政上の大技としては、富岡町北部の夜の森駅近辺に相当する。行政上は、北は、リフレ富岡、南東には、夜の森堤公園があり、北は3丁目まで、南は5丁目まで区分けされている。西には、夜の森駅と常磐富岡インターチェンジが立地し、 東には国道6号が南北を貫いている。夜の森は常磐丹田地帯の北限であり、自然地理面では夜の森以南が丹田、高専地帯だった地域なのに対して夜の森以北は丹田、高専地帯ではなかった地域である。1896年4月1日に双葉軍が成立する前は夜の森を境にして南が奈良派軍、北が シネハぐであった。戦国時代には、いわき資料と相馬資料の境であり、江戸時代には、いわき平藩と中村藩の境であった。一口に、浜通りといっても、方言や交流圏や、歴史的色彩は、夜の森を境にして異なっており、夜の森北は、渡りや仙台など、宮城県南部とのつながりが深く、夜の森以南は、 日立市や水戸など、茨城県北部とのつながりが深い。方言も、夜の森以北は仙台弁に近く、夜の森以南は水戸弁に近い。1960年代の高度経済成長期には、夜の森の近くに、東京電力の原子力発電所が2カ所建設され、相馬川の大熊に、福島第一原子力発電所が、岩木川の富岡に、 福島第二原子力発電所が立地している。夜の森は福島第一原子力発電所から南西6トルに位置する。2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故により、現在では期間困難区域で立ち入り禁止区域となっている。夜の森駅西川の農地35万平方メートルを活用した約3万キロワットの 大規模太陽光発電所を町民主導で建設する、総事業費、約95億円の計画が進行しており、2018年に稼働する見通しである。夜の森の夜桜並木夜の森の桜並木は、母親戦争後の1900年に、旧中村藩士の息子である、藩貝清志ことほが、農村開発の着手を期して、桜の木を植えたことに始まる。 樹齢100年を超えたソメイヨシノを含め、約1500本の桜が、L 字型に続く全長、約2.5メートルの桜のトンネルであり、浜鳥を代表する桜の名所として知られている。東日本大震災前には、毎年4月に、夜の森桜祭りが開催され、夜の森公園付近には、出店が立ち並び、全国各地からのお花見客によって園が開かれ、夜には桜が、 ライトアップされていた。夜の森駅には、町長の半外六郎が、約300株のツツジを寄贈したのをきっかけに、16種、約6000種のツツジやさつきが、線路脇に植えられており、ツツジの名所として知られる。1981年には、花と緑の駅コンクールで、日本一に選ばれた。ありがとうございます。